では一番初めにやっていただきたい練習方法ですね、まずこれをお話ししていきたいと思います。持ち方の確認からですね、スティックを3等分してお尻から3分の1のところを親指の腹と人差し指の第一関節で持ちます。はい、でこの3分の1っていうところがポイントで、バランスポイントって言われてまして、あの跳ね返りがちょうどいいんですね。あの落ちるのもいいです、跳ね返りのバランスがいいところは大体3分の1のところです。はい、で、何をしていただきたいかっていうと、手のスピードをどんどん上げていただきたいんですね。はい、こんな曲やってみたいな、例えば最近だとヒゲダンリズムの曲ちょっとやってみたいなとか、あの流行りの曲とかですかね、例えば夜にかけるとか、やってみたいなってなった時に、結構早くこう手を動かすことができないと、あ、ちょっと間に合わないんでまだ違う曲に行きましょうっていう風に好きな曲ができなかったりするんですね。はい、でそれをやっぱり好きな曲ってモチベーションが高かったりするんで、まあ、ぜひやっていただきたいんで、その、まあ、一番初めのスタートラインに立てるようにこう叩く、こう手のスピードを上げていきましょうっていう練習になります。はい、で一応コツとしてはこの跳ね返りを上手に使うっていうのがまずコツです。はい、で実践編でやっていきます。今回はこういうメトロノームを使います。一般の方はもうアプリにメトロノームってあったりして、もう無料で手に入ったりするんですね。これわざわざ買うと2000円とかするんで、アプリだと無料だったり、まあ、有料のを買ったとしても数百円ですので、はい、まあ、普通もう携帯の方が楽かなと思います。まあ、大体あの普通は持ってますので、はい、で、テンポ、メトロノームってこうボタンを、まあ、電源入れたりすると数字が出てくるんですね。で今80になってます。これが数字が多くなるとスピードが速くなってきます。はい、まず80からちょっとやっていきます。80っていう速さがこの速さです。これピッてなるんですけども、でその中で16分音符を叩いていただきたいんですね。もうちょっと遅くします。で16分音符はピッっていう中を4等分ずつ続きます。ちょっと実際やってみますね。1234123412341234、これが16分音符です。なので今60ですね、テンポ60を16分音符で叩くとこの速さです。で1234とか分かりづらいので、皆さんにお知らせしているのは、言葉でお話してます。今までいろんな方に4文字の言葉好きなことあります、まあ、4等分なんで4文字の言葉好きなことあり、言葉ありますかって聞いてたんですけども、言いやすいのがおにぎりだったんですね。当時小学5年生の男の子がおにぎりがいいです、はい、結構可愛い感じで言ってましたけども、はい、まあ、デメリットがあるとしたらお腹空いてるとよりお腹空いちゃうとかそんなぐらいですかね。で、おにぎり合わせるとこのピッていうところにお合わせます。おですね。そうするとおにぎりおにぎりおにぎり、この変化です。はい、もうよかったらあのやっていただいてもちろん大丈夫です。おにぎりおにぎり、そしてできてます。これが60です。はい、いいですね。でこれをどんどん速くしていただきたいんですね。まあ、どの1とかでももちろんいいんですけど、10ずつ上げていったりします。まあ、5でももちろんいいです。次70です。さっきより速くなっています。そうするとおにぎり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 、さっきより早口言葉ですね。おにぎり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 、でこの速さをどん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 スピードを上げていただくっていう、はい、これが初めにやっていただきたい。お、そうですよ、その速さです。おにぎりぎりおに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 ぎり、はい、ありがとうございます。そう、この速さです。一応目安ですね、このテンポっていうのが60の場合は1秒に1回叩く速さなんですね。はい、1分間を60等分した速さがテンポ60。はい、で、まあ、80等分するってもう、60だったら時計とか見るとあこのくらいだって分かるんですけども、80になるともうこういうの使わないと、うん、かなり難しいんじゃないかなと思います。であとは目標ですね。あのどこまでも早くできればもちろんいいんですけど、そうするとかなりハードルが高いんで、初めての方は、まあ、120ぐらいを目標にしていただければと思います。はい、なんで1秒に2回の速さですね。さっきのちょっと2倍の速さになってしまうんですけど、ちょっとやってみます。これが120です。全然速いですね。言葉にしてもおにぎり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 ぐらいの速さです。ちょっと叩きます。おにぎり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 、これが120の速さです。おにぎり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 、はい、
手配さですね。あ、すいません。おにぎり、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 大変ですよね、ごちそうさま。あ、いくつかじゃあちょっとコツもお話しますね。あの、よくある質問で、先生これ合ってますかって思った場合は、大体間違ってます。はい。どういうことかというと、いくら早くなっても、もう私もそうですし、ベテランの方もそうなんですけど、お、に、り、りって言葉と一緒にこう叩いてるんですね。ちっちゃい子だとたまにこういう方います。おにぎり、言葉と叩いてる方がずれちゃうっていう、はい、で、まあ大きな、まあ、この辺からはちょっと余談で聞いて忘れちゃってもいいんですけど、練習方法って実は大きく2つありまして、1つは今やってるもう手を早く動かすっていうのが1つです。2つ目は感覚の練習で、こうしたいなっていう、イメージをつけるっていうんですかね。まあイメージもそうなんですけど、ピッてなった時にその4等分ちゃんとおにぎりおにぎりおにぎりってこう4等分できるイメージができて、でそれを手でちゃんと表現できるかっていう、ちょっと2段セットになってしまうんですけども、テンポが速いとこれはすごく大変になってしまいます。さっきみたいに60になるとすごくやりやすいと思います。そうするとまずこの中で おにぎりおにぎりおにぎりってこう4等分する、技術ですかね、はい、でそれとあとは手で合わせておにぎりおにぎり、あ、手で叩けたっていうのが、はい、存在してます、はい、で初心者の方も皆さんびっくりされるんですけど、テンポ120、今すごく速い感じだと思うんですけど、速さでいうと例えば空も飛べるはずとか、あの一般的な曲ではそんなに速くはないんですね。で速いって言われてる曲は大体どのくらいかっていうと、まあ大まかにテンポ180以上になります、はい、なんでもう1秒に3回ですねさらに倍になっちゃいます。ちょっと叩いてます。もうよくわかんない速さになります。このぐらいですね。もうおにぎり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 、口で言うのが大変ですわかんなくなっちゃう。本当わかんなくなっちゃう。そうですなんでいきなりできる人180はほぼいらっしゃらないです。過去にいたのはもうちっちゃい子でもう太鼓の達人が大好きで、もう 何かしてないと、もう叩いてないと落ち着かないっていうぐらいな子は結構できたりすることもいらっしゃるんですけども、本当に稀ですね、はい、なのでまずは60からスタートしてイメージできる速さをどん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 上げていって、まあ、120をちょっと目指していくっていう感じですかね、はい、なんで結構速い曲ですね、とかやろうと思った時には本当に手を早く動かさないとなかなかスタートラインに立てないっていう現実がちょっと出てきてしまうので、はい、まあ、今のうちにこう早く叩く。早く叩けるコツって？あ、コツですね。コツは、イメージがこれつきづらいんですけど、自分の力を使わないことなんです。イメージがわかんないですね。どういうことかですね。はい、肩に力が入っちゃうとダメってことですね。そうです。なるべく入れない方がいいです。大げさにちょっとなるべくわかりやすくお話しますね。まあ、ちょっとこうどのあたり横に見えるようになってます。普通は叩く引くってこうやるんですけど、まあ、初心者の方早く叩く時も叩く引く叩く引くって叩いちゃうんですけども、まあ、これ当たり前なんですが、上手な人って実は叩くしかやってないんですね、はい、叩くとあ戻ってきた、叩く戻ってきた、あの跳ね返りがあるんで、そのまあリバウンドとかよく言ったりするんですけど、叩いたら戻ってくる叩いたら戻ってくる、はい、これを使ってあげると、まあ、半分の力しか使わなくていいんですよ。で正確には多分力って ここに当たってる時ってもう力抜いてるんで、正確には多分4、まあ、イメージですけど4分の1ぐらいしか力を入れてないんです。4分の1力を入れて、あとは重力で勝手に落ちて勝手に戻ってくるっていうそんなイメージですね、まあ、もうちょっと入れてるかもしれないですね4分の1以上ですけど、はい、まあ、半分よりは全然力を入れてないっていう、はい、なんでなるべくこれって買ったら練習できるかな、はい、そうですね。これは結構コスパがいいんでおすすめはしてます。大体売ってましたか。あ、そうですね。大体5、6000円ぐらいですね。はい。になります。そうですね。あれば一番いいですね。よく代用で聞くのが、あの雑誌にガムテープを丸めてっていうのも昔からある方法ではあるんですけど、はい。なんかこだわりがある人は、いや、ヤングジャンプがいいんです雑誌の種類までこれ研究してる方も下手するとこのガムテープがなんとかっていうガムテープがあるかもしれないですけどまあでもこれ買っちゃったから一番楽かもしれないですね。これ一番いいのが高さが変えられるんで、この位置を大体このスネアドラムの高さにできるんですね、はい、なんで練
練習しやすい高さに変えられるのと簡単に持ち運びができるので、これが物足りなくなってくると電子ドラムを買う方っていらっしゃるんですけど、普通なんかそういう風にレベルアップしていくとこれもういらないのかなっていう風になるんですが、やっぱこの持ち運びができるっていう便利性があるんで、電子ドラムとこの練習パッドって2つ持ってる方結構多いです。はい、なんで持ってても無駄には、基本的にはならないですね。はい、この跳ね返り、そうですね、そっか、ない場合ですよね。ない場合は、ない場合、そっか、確かにそうですね、ない場合は、でもそうですね、何かしらあった方がいいですね。その跳ね返りをつかむんで、そのやっぱ雑誌だったりとかですかね。あと一度ペットボトルっていうのをやりましたけど、まあ、水が出てきたらちょっと中身が出てきたら嫌ですし、はい、なんか水を中が入っているペットボトルを叩くと結構跳ね返ってきてくれるんですよ。はい、で実験もしたんですけど、はい、そうですね、これがあるといいと思います。なのでなるべくこう早く叩くような練習をして自分の力を使わずに叩いてあげるっていうのがコツになります。はい、じゃあ動画止めちゃいます。以上となります。